借金してお店を開業。イケメンの俺なら楽に稼げるさ。え、実質評価が悪い。大きなお店は無理みたいだ。小さいお店から始めるか。自家製の偽物を選ぼう。何も問題ないだろ。思った通りボロ儲けだ。雰囲気がいい明かりを購入。町一番の人気店になったぞ。ボロ儲けだ。え、偽物を売ったせいで差し押さえになっちゃった。もうダメだ。無理だよ。はあ、どうすればいいかな。まずは溶岩をなくしたら。へへ、やばい。もう一回。やばい、宝物が動かないな。俺のものだぜ。あと少し。ダメだ。今すぐエボニーをダウンロードして新しい楽しさを体験しよう。溶岩を冷やそう。あのモンスターをやっつけてやる。あの宝物を見てよ。あらら、やられちゃった。モンスターだ。やつを殺せ。やった、あの宝物を手に入れるぞ。これを試してみるか。ああ、オルフに出くわした。超楽しいゲーム体験をエボニーで。
あの宝物が欲しい。あ、多く？最初は水。ダメか。上のキーを引こう。宝物だ。そう、捕まった。もう一回。まずはモンスターを殺すんだ。やった、宝物がすぐそこにあるぞ。おいおい、またお前かよ。今すぐダウンロードしてパズルを解いてください。三国志。ゲームかって、じゃーん、 FX ダビ。ゲーム感覚で FX 投資が学べちゃうから初心者でも安心なの。リアルトレードを再現したデモトレード搭載だから失敗してもリスクゼロなんだよ。すげー、無料で遊べるからぜひやってみて。今すぐインストール。
借金してお店を開業。イケメンの俺なら楽に稼げるさ。え、実質評価が悪い。大きなお店は無理みたいだ。小さいお店から始めるか。自家製の偽物を選ぼう。何も問題ないだろ。思った通りボロ儲けだ。雰囲気がいい明かりを購入。町一路の人気店になったぞ。ボロ儲けだ。え、偽物売ったせいで差し押さえになっちゃった。もうダメだ。Bye-bye-bye-bye!